はい、無事ですね、2つの、はい、回転が、まあ、完成しましたら、今度はこの上のやつね、これをまたね、複製しちゃいます。そして調整レイヤーの上に乗っけましょうか。ちょっとこれだけね、ちょっと今、表示させてるんですけども、はい、CC パーティクルワールドありますね。はい、このような形で動いてるのが確認できます。そしてここから今度は、はい、ちょっとね、設定を若干変えていきますね。はい、またですね、トゥエラルの方にしまして、今度は 0.9。はい、そして、グラビティ、少しね、マイナス2ぐらいにしちゃいます。まあ、この辺ちょっとね、説明がパーティクルなんでね、数字っていうのがあれなんですけど、まあちょっとね、シンプルじゃないところがね、説明しづらいんですけど、この辺っていうのはね、変えていただいて全然大丈夫なんで、いろいろとね、実験しながらやっていくと面白いと思います。そして、ここはモーションスクエアにします。またモーションスクエアですね。はい、このような形にします。はい、だいたいここら辺で、まあこんな感じかな。そうかね、もうちょっとバースレート、どうしようかな。これね、何をしようとしてるかっていうのは、こういう感じでね、なってるんですけど、これをね、放射状にしちゃうんですよ。なんで、ここではですね、はい、まずは高速のね、ボックスブラーっていうのがあるんで、ブラーのシャープから高速ボックスブラーをかけます。はい。この辺はね、半径1ぐらいでいいかな。そして今度はエフェクトの CC、ライトバースト。これをかけます。はい。そうすると今このような形になるんですが、まあこれはちょっとあれですよね、オーバーなんで、ここら辺をインテンシティ50、そしてレイのレングスを上げちゃった方がいいな、100ぐらいにしようかな、100ぐらいにします。そうすると今ね、こうなっちゃってるんですけど、この値をね、ちょっと下にずらします。あ、ちょっとうちのパソコン重いな、重いですよ、ちょっと2分の1にしよう。はい、ここで値を、こういう風にね、切り替えちゃうんですよ。はい、どのあたりかな、このぐらいまでいっちゃっていいかもしれないですね。はい、このような形にします。そして3つ合わせるとどうなるかというと、こういうふうにね、放射状の、まあ、渦巻きっていうか、そういうのが出てきます。この部分が要はパーティクルでなってて、一生懸命こう生成してるっていうんで、結構これね、マシンパワーいるかなというふうには思いますね。まあ、この色とか変えたい場合は、まあ、色の方をね、いじっていただくとか、あとね、あれですね、光具合はグローとか、もしくは、CC ライトバーストでもいじれますんで、この辺はまあ、お好み合わせていただければと思います。はい。まずは、魔法陣ね、召喚する魔法陣が完成しました。はい、無事ですね、召喚魔法陣が完成しましたら、いよいよ、はい、魔陣ですね。こちらの方から移動させていきます。さあ、この魔陣なんですけども、まあ、最初にやりましたよね。これ移動なんですけども、キーフレーム打てないということで、まあ、この辺はもうしょうがないっていうことなんで、はい、1のとこですね。1にエクスプレッションをかけて、はい、こういった感じのエクスプレッション、イーズタイムですね。0から2秒にかけて、960、はい、XYZ のこの位置に移動してくださいという形にします。そうすると、まあ、だんだん上に上がっていくような形になります。ちょっとね、重いんでね、これだけ見ましょうか。はい。こういう形で、下から上に上がるという形になります。まあ、これは簡単ですね。さあ、続いてなんですけども、今度は少しね、ウィーグルかけてみたいなと思うんですけども、ここではですね、せっかくウィーグルのゼリーっていうのがあるんで、ビヘイビアですね、プリセットのところから持ってきて適用します。はい。そうするとですね、ウィーグルの、まあ、こういった感じのですね、こう、ヌメヌメ感というか、ちょっとこれはやんちゃすぎますね。やんちゃすぎるんで、まあこの際ちょっとウィーグの量を減らしましょうか。5ぐらいにしましょうか。はい。そしてこのような形で、はい、移動してるのが確認できます。だんだんこう浮上してくるような感じですよね。ちょっと見た、みんなで見てみましょうか。全体で。はい。こんな感じになります。まあ、位置の方、微調整はね、こちらの方でしていただければと思います。はい、そうするとですね、このような形で、モニモニオンとしながら、下から上に浮上してくるようなアニメーションを作ることができました。さあ、これにですね、今度は、ディゾルブとかね、ちょっとかけて、だんだんと見えてくるような、そういった演出を施したいと思います。さあ、だんだんと見えるにはですね、ここではリニアワイプとブロックディゾルブがかかっています。さあ、これなんですけども、0から100にするとだんだんなくなっちゃいますよね。これを100から0に変えていく。まあ、下もそうなんですけども、そういった形のエクスプレッションを解説したいと思います。まずですね、こちらの方、何通りかね、やり方あるんですよ。ただね、一番わかりやすいやり方ね、今まで習ってきたエクスプレッションでできるってなると、これが一番早いですね。100プラスタイム50、マイナス1。
この100っていうのは最初に100ですよ、100から始まりますよ、プラスされてますよね。タイム50、1秒間に50ずつ減っていく、つまり2秒でできるみたいな感じ、できるっていうのはこのできっちゃうみたいな感じになりますよね。でこの後がこれなんですけど、マイナス1っていうのがあります。マイナス1っていうのは逆方向にしてくださいっていうことが挙げられています。そして今度はブロックディズルブ、これも同じなんですけども、これはね一時記載すればこれと同じにしてくれっていう感じで、リニアワイプの変換終了を同じように当ててあげるとブロック上でこのような形で表示されます。はい、まあこの辺はですね、アフターツパーフェクト教本にもねこの辺の記載が書いてありますので、ぜひ参考にしていただければと思います。さあいかがでしたでしょうか。まあ今回はですねラスボスっていう感じなんですが、マッシュサインとマッスコスですか、まあ結構この辺とパーティクルワールドですね、その辺をいかに使っていくかっていうところで、ちょっとね奇抜なアイデアだと思ったんですけども、結構ね慣れるとコピー&ペーストっていうか複製でできちゃうんで、お手軽感あるかなというふうに思います。まあねこれでエクスプレッションのね件の方も一応少しね一段落という形になりました。まあ私の方もですね書籍の方でさらにですねちょっといろんな応用技などもですね今後解説していこうと思います。まあこれにクリーズですね、また皆さんの方 YouTube の方ご覧いただければと思います。